チャンネル登録者数600人、ありがとうございます。ハロー。今回なんですけれども、10月5日土曜日にイモリプログラミングさん主催のイモリオフ会が都内で行われます。そこでイモリの餌となるわらじ虫を販売させていただくこととなりました。ラインナップはこちらですね。普通の細わらじ虫と桃色帯わらじ虫、白細わらじ虫です。今回は交流がメインですので、1カップずつ持っていきたいと思ってます。せっかくなので、うちに来る前から尻尾がギザギザの赤原イモリのギザオくんにわらじ虫をあげていきたいと思います。はい、これはカブトムシの幼虫などを優しくつかめるシリコンピンセットでわらじ虫をつかんであげています。このピンセットはセリアで110円で購入しました。逃げられちゃいましたね。気を取り直してもう一匹。ピンセットを変えてあげ直します。うまく食べられましたね。優しくつかめるピンセットはすぐ逃げられるのでダメですね。赤いプラスチックのピンセットは白バスか何かのイベントで恐竜さんよりいただきました。短くてとっても使いやすいです。なんかブローチみたいですね。あまりの餌欲しさに2本足で立っております。2匹とも食べられましたね。うちでは2日に1度の頻度でわらじ虫を2匹あげるようにしています。土曜日になるのがとても楽しみです。もしオフ会に参加される方はよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。